はい、で結果この、総裁選ですけども、まあ、とにかく最悪の事態は逃れることができました。はい、やはりこのね、私はとにかくもう日本の今の、ね、政治課題で最も重要なのはこれ皇位継承の安定化なんですよ。これはもうこれ以上重要な話はないんです。皇位継承を前にしたら憲法9条の改正とかどうでもいいぐらい、それだけ皇位継承問題というのはめちゃくちゃ重要なんですね。でこれも日本が日本じゃなくなるかどうかという話ですからね。もう国体が破壊されるかどうかですから、だから別にいいんです。3年後5年後、まあ、米中関係にもよりますけども、まあ、どっかで別に河野さんが総理になったって別にいいんですけど、ただ今だけはダメなんですよ。はい、まあ、ただね、2代目石破茂を襲名した様子ですので、もう次ないかもしれないですけどもね。まあ、その石破さんもね、何度もね、総裁選出てきてましたけどもね。まあ、とにかく、最悪の事態は防げました。ちょうど明日発売のね、正論。でも私がそのことについて、書いてるんですけども、ぜひ読んでいただきたいんですが、新内閣が担う重責、は何なのかって話です。いろいろありますよ。いろいろあるけども、ぶっちぎり筆頭は皇位継承の安定化なんですよ。はい。なぜかというと、ね、いつも申し上げていることですけども、有識者会議が今進行していまして、で、おそらく年内と言われてます。年内に、結論が出るんですね。で、これ政府としてはこれ無視できないんですよ。有識者会議こう言ったけど、でも関係ないやとはいかないので、有識者会議の結論を受けて、で、それをどう政治に反映させていくか、これをですね、担っていくのが次の内閣なんですね。で、まあ、有識者会議の結論はですね、一応中間報告が出ましたけども、まあ、2つ、の方向性をこれからね、深掘りしていくということで示されました。で、一つは従来から言われている女性宮家を認めるという話ですね。そしてもう一つが旧皇族一族から、まあ、男系のね、養子を取ることによって、現在ある宮家を残すという方法ですね。まあ、この二つを、検討していくということになったわけなんですよ。そう。で、それが、まあ、今回、小室さんの件がありましたから、女性宮家っていうのはちょっとこれ厳しいだろうという空気はあるんですね。で、まず、有識者会議がどういう結論を出すかですよ。この二つとも出して両論併記、ね、女性宮家という方法もあります。旧皇族から養子を取るという方法もあります。まあ、この二つが現実的なね、解決方法ですよということで、両論併記で出るのか、もしくは女性宮家というのは、もう外して、旧皇族の復帰、養子による復帰だけで出るのか、まあ、どっちなんですかということなんですね。これ私の予想ですけども、おそらく両論併記になるんじゃないかと思うんですよ。ちょっとね、旧皇族の養子、だけだと踏み込みすぎなので、で、しかもこれ、有識者会議が自由に決定できるわけじゃなく、まあ、会議のメンバーがね、自由に決定できるわけじゃなくて、まあ、事実上、政府が主導して進めてきたわけですね。だからここでまあ総理が変わったからといっていきなりガキンと方向性が変わるということはないにせよ、政府主導なんですね。これ官邸の中にですね、皇室典範改正準備室というのがありまして、そこが主導して進めてますから、おそらく政府の担当からするとですね、両論併記にするのが無難ですよね。やっぱ官僚の仕事としてはね、おそらく新聞じゃない、おそらくまあ両論併記になるだろうと思います。そうするとですね、両論併記で出てきた、この有識者会議の決定を受けて、政府がどうするかなんですよね。旧宮家復帰だけをですね、有識者会議が結論してくれればですね、その方向で政府は行くわけですけども、両論併記になった時に、どうするんですかって話なんですね。で、この、総裁選で、まあ、岸田さんがね、まあ、女系天皇はないと。女系天皇以外の方法でやらなくちゃいけないということを言った。まあ最初の頃はね、ちょっとなんか曖昧な雰囲気でしたから私も三角をつけてたんですけども、徐々にね、女系天皇はないということを言い始めましたから、ちょっと安心したわけですよね。それに比べてね、河野さんはね、昨年、女系天皇が正統であることをルルブログで述べてたわけですから、
まあ、ここでですね、そういう内閣ができたらとんでもないことになるというふうに思ったわけなんです。ここも誰か書いてくる高市さんのおかげっていうのありますよ。高市さんは明確に男系維持って言いましたよ。そうするとゴニョゴニョ言ってると皇位継承ではね、岸田は当てにならんというふうに思われちゃいますよね。高市さんが男系維持でガンガン言ったからで押される形で遅れて岸田さんも女系以外の方法がいいというふうに言わざるを得なくなった。これは大きかったですね。だからあの、高市さんの影響によってここが相当軌道修正された。でしかも今回高市陣営が最後全面バックアップすることによって岸田、総裁が出来上がってますから、そうするとですね、もう岸田さんとしては女系以外でやらなきゃいけないと言った上にそういう人たちのバックアップを受けてますからね、これはですねやっぱり女系でいきましょうなんてことはちょっともう言えないぐらい、そこまでしっかりとですね囲い込んだ感じがあります。はい、なので、高市さん本当にいい仕事をしてくれたと思うんですよね。そしてそれを支えた安倍さん、非常にいい仕事をしてくれました。はい、なので、まあ、ちょっとね甘利さんがちょっと私は微妙だと思ってるんですよ、この皇位継承に関しては。まあ女系天皇でもいいみたいな話を以前、してニュースになってましたからね。一応まあ最悪の場合ということなんでしょうけども、最悪の場合女系でいいってポロッと言う人と、いやいや何が何でも男系を守ろうという人では微妙な差には聞こえるかもしれませんけども、私からしたらもう全然違いますからね。だからね、例えばね、金困ったら盗みをしちゃう人と、いやいや金に困ってもそういうことはしませんという人、全然違うのと一緒ですよ。両方ともね盗みはしないんだけども、でも全然違うでしょそれって。いざとなったら女系でいいっていうのと、で絶対男系を守るというのは全然違うんですよ。甘利さんはいや女系でいいって言ったけど、でもそれあくまでもいざとなったらと途絶えたらっていう時だった時の話なんだっていうのは後で一生懸命弁明してましたけども、それでじゃあ金がなくなったらね、物を盗むよっていうのと同じ話になっちゃうわけですから、いやいや金がなかろうがね、それはしないっていうね。だからね、だから いかに男系を維持できるかを模索していくっていうのが正しい言い方なわけであって、いざとなったら女系容認っていうのはね、まあ、これはもう確実の感があるわけですね。まあ、だからこそ甘利さんは幹事長ですよね。幹事長っていうことは党務なので自民党の役職ですからね、幹事長になると政策に関与できないんですよ。まあまあずけずけと関与したのが二階さんでしたけども、なのである、意味甘利さんの女系容認論っていうのはあまり振りかざせない、立場になるわけです、幹事長の場合はね。はい、なのでそうですね、まあこの皇位継承議論を進める上でね、まあ、有識者会議の結論を受けて、で政府がこれどうするんですかって話なんですね。一応決められていることとしてはその、ね、有識者会議の結果を国会に報告するというのが次の内閣の役割なんです。その時に政府としてはどうしようとしているのか、ね、有識者会議の結論を受けて、じゃあ政府としてはどうしようとしているか、これをですね国会に言わなきゃいけないわけです。その時に、まあ、いくつかパターンがありうるんですけども、両論併記ですから、まあ、両論ありましたねと、ただ報告するだけなのか、そして、まあ、今すぐに動くことじゃないということで、すぐ着手することを拒絶する、そういう態度を取る、これが一つですよね。あとは、この、有識者会議の結論を受けて何かしなきゃいけないっていうね、具体的なこの方向性を政府として示すというね、まあ、どっちになるのかなということです。で私としてはもしかしたら前者になるんじゃないかなっていう気がするんですね。岸田さんとしてもまあ女系以外とは言いましたけれども、やっぱこの問題今触りたいかって言ったら触りたくないと思うんですよね。こういだからね、本当に高市さんみたいにもうね、皇位継承問題これ一点突破でこれさえできればいいっていう風にですね、それほどの思い入れを持ってる人だったらやりますけども、触りたくないでしょうね。だってこれからねできれば長期政権に持っていきたいっていうのはあるわけじゃないですか。で皇位継承問題なんてどんなことを言おうが袋叩きになるんですよ。女系と言ったら男系派から袋叩きになる、男系と言ったら女系派から袋叩きになる、で男系維持って言ったら一歩間違ったら女の敵っていうねヤジも飛んでくるかもしれないわけでしょ。これはね何をやったって非難轟々なんですよ。
これはね、普通だったら触りたくないでしょうね。だから有識者会議の結論を受けて報告して幕引き、先送りっていうね、おそらくそこになるんじゃないかなっていう気がします。まあ、ただ高市さん政調会長ということで、岸田の次は高市っていう流れができるような気もするんですね。まあ、政治は一寸先が闇ですから、今からね、次の総裁選の話っていうのはですね、ちょっと早すぎる気はするんですけども、まあできれば、岸田さんの次は高市さんという流れができて、高市内閣でもって皇位継承、まあ皇室典範を実際改正してですね、皇位継承の具体的な安定策に着手するというね、風に持っていきたいなと思うわけなんです。はい。で、そうね、先送りで吉と出るか京都出るかって話がありますけども、これはですね、私としては先送りはダメだと思ってます。なぜかというと、先送りしちゃうと、女性宮家がやばいっていう感覚が薄れるからですよ。今決めるんだったら、さすがに女性宮家はないですよ。そうでしょ？この KK の話でですよ、さすがに女性宮家ないです。だって女性宮家をやるっていうことはですね、つまり KK が殿下になるって話で、 KK の息子が将来天皇になるかもしれないって話で、これは受け入れられないんですよ。だからもう今女性宮家をやるっていうことはものすごい非難ですよ。男系派からのね、原理的な批判だけではなくて、一般民衆からそれはダメだろっていうのはやっぱありますよね。だから今決めたら女性宮家の話ははっきり言ってぶっ飛ぶんですね。ところが先送りしたらね、この警戒感、女性宮家に対する警戒感が薄れていって、そこで議論ですから、まあ経験もあったけどいいんじゃないみたいなね感じになっちゃうんです。ですからこれはね、先送りしてはいけないんですね。ということですね。先送りしちゃいけない。だからこのね、岸田さんがリスクを背負ってでもこの問題を動かすというね、そういう、情熱があるかどうか、皇位継承に対して、これまでの岸田さんはね、リスクを冒してでも皇室を守ろうなんていう気概は感じなかったですよ。ただね、ぐんぐん総裁顔になり、これから総理になって豹変するかもしれない。で、天皇陛下からの任命も受ける、そういうことを通じてですね、これは危険を冒してでも、皇室を守らなきゃっていうふうに動くか動かないか、だから期待と不安で、私はいや、さすがにそのリスク取りたくないだろうというふうに思うので、不安を感じている今日この頃です。あとはね、高市さんがゴリゴリとやってですね、今だっていうことでね、君子豹変してくれたらいいなと思うわけですけども。はい。